今日は激動する朝鮮半島情勢の4回目ですね。中国の国力からお話をします。前回までアメリカの軍事的選択肢というのは非常に困難だということをお話ししましたが、その背景要因の一つとして、ロシアの問題と中国の問題もあるということを言ったんですが、特に北東アジアにおいて中国の国力の増強、特に軍事力の増強は大変、目覚ましいものがあります。昨年10月の中国共産党大会でもですね、習近平、総書記はですね、今世紀中頃には人民解放軍を世界の一流の軍隊にするという長期目標を掲げています。つまりアメリカ並みの軍隊にするということですね。そして、アメリカとの間で新型の大国関係を築いて西太平洋の覇権を確立するという野心をあらわにしております。そう言いながらですね、他方でアメリカは毎年1000億ドル以上の対中貿易赤字を抱えており、中国に対しての経済依存度も大変高いわけですね。この辺が冷戦時代のベース関係と全く違うと思います。かつ中国のマンパワーはアメリカの4倍に近いパワーを抱えている。したがって朝鮮半島という、言うならば伝統的、歴史的にですね、中国にとっての、朝貢国、貢ぎ物をする国ですね、であり、また作法体制という、シナの皇帝を中心とした、その伝統的な周辺国に対する、支配的な中華中心の体制というものを一角に組み込まれていたですね、朝鮮半島をめぐる米中のパワーバランスというものはですね、長期的には政学的にも経済的にも軍事的にもですね、中国優位に傾いていく可能性が高いと見るべきではないかと思います。例えば軍事費についてもですね、今の伸び率でいくと、大体2020年代の中頃にはですね、米中逆転するというふうに予想されています。で、グローバルパワーのアメリカと周辺国に対しての集中的な戦力投射をしている中国、特に中国は今海洋正面と朝鮮半島正面に非常に重点を置いています。そういう点で効率的集中的に戦力を集中できる中国と、この局地的なバランスというのはもっと早い段階で崩れていく可能性が考えられます。この北東アジア正面だけ考えると、もう2010年頃からですね、すでに米中の軍事投資の割合、額というのは逆転しているとも言われているわけですね。ロシアについてもですね、核戦力を中心にアメリカへの挑戦を強めています。特に北朝鮮のここ4、5年の急激なミサイルや核、サイバーなどの軍事能力の向上の陰にはですね、ロシアの支援があったというさまざまな兆候があります。で、経済制裁についてはですね、ロシアは中国以上に一貫して慎重だったわけです。これはアメリカを極東正面に拘束をして、主要戦略正面である欧州正面での米国の軍事能力を弱める、軍事的圧力を弱めるという手法はですね、これもロシアの伝統的な戦略で、スターリンも朝鮮戦争を起こしてですね、ベルリン危機内で高まった NATO 正面のアメリカの軍事的圧力を弱めるという手法を取っております。プーチンもまさにこれと同様の戦略に基づいてですね、北朝鮮に対しての支援を今後とも続けるであろうと思われるわけです。このようにアメリカと中国、ロシアとのパワーバランスの変化を考えるとですね、今後10年程度を見通した場合、朝鮮半島では中ロの軍事圧力が高まり、米軍プレゼンスが後退する可能性が高いと言えると思います。したがって、先ほどのアメリカの軍事的な選択肢が限られるという話の結果としてですね、中長期的に北朝鮮の核ミサイル戦力は温存される、そしてアメリカの朝鮮半島への介入は後退をする、中ロの影響力は相対的に強まる、こういう形になるでしょう。ただですね、北朝鮮はですね、核保有国になるわけで、で、北京はもう東京よりも近いということで、中国自身も北の核ミサイルの
脅威に日本以上にさらされるわけです。もちろん中国は膨大な通常戦力を持っていますし、中朝国境がありますから、いざとなれば核戦力に訴えなくても十分地上戦力だけで北を制圧する能力は持っているでしょう。しかしながら脅威が高まっていることは間違いないわけで、そういう意味では単なる一衛星国ではもはや北朝鮮ではないと。中国の意のままになる北朝鮮ではありません。そういう点でですね、結局そのアメリカの影響力も後退をし、中ロに対しても北が独自の抑止能力を持ってくるという状況になると、結局その朝鮮半島問題は南北間の自主的に解決すべき問題になっていくというのが中長期の基本的流れになるであろうと思います。じゃあその場合にはどんなシナリオを考えられるかというのが次のステップの分析対象になります。で、一つはですね、三つあるわけですが、一つは北主導の半島統一、二つ目は南北並立状態がしばらく続くと、中長期的に続くという、で、三つ目は韓国主導の統一、この三つのシナリオはあるでしょう。で、北主導の統一、それぞれどのようなシナリオあるいは要因が考えられるかということですが、北主導の統一についてはですね、北がまず先ほど言いましたように、あと 2,3 年で対米最小限核抑止体制を作り上げるであろう。もうアメリカは軍事的オプションが取れなくなります。そしてそうなった場合、北はかなり強い立場からですね、米韓合同軍事演習の中止、在韓米軍の削減撤退、米韓同盟の破棄、さらには米朝平和条約の締結、で、こういったことをですね、要求してくる可能性は十分あるわけです。そして、半島における、米国の軍事プレゼンスの排除をですね、中ロのバックアップを受けながら実現しようとするでしょう。で、もし米韓側が応じなければですね、ソウルを火の海にすると、まあ、勝手に言ったことありますが、核恫喝を示唆して強引に米韓を分断する。から韓国の政治的取り込みを図る。その時には、韓国国内の新北勢力を大々的に動員をしてですね、政権に揺さぶりもかけるでしょう。平和構成も強めるでしょう。で、韓国に対しては特に平和構成を強めて南北交渉を呼びかける。片や統括しながら片方では平和構成を強めるということで追い込んでいく。そして、できる限り韓国の経済力をですね、並進路線の実現のために最大限に利用すると、まあ、こういった行動に出てくると思われるわけです。もちろんこれに並行してですね、政治言論工作を行って韓国内の保守派の動きを封じりながらですね、ムンジェイン政権を傀儡化をして新北勢力をさらに勢いづかせる。で、政治的に韓国の取り込みを図るということになります。で、ムンジェイン政権も、まあ、あと、4年程度は続くわけですから、当然その間に最小限抑止体制を作ってしまえばですね、政権末期のレームダック状態の中でこういった政治、的な工作を行い、新北勢力を勢いづかせて一気に半島統一へ持っていくというようなこともないわけではない。それまでに在韓米軍については何らかの形で追い出しを図る。こういったことに急激になっていく可能性があります。まさに激動期に朝鮮半島は入っていくということです。で、この時に、される統一の形というのは、かつてキム・イルソンの唱えた高麗連邦共和国に似たものになるでしょう。で、高麗連邦共和国というのはどういうものかというと、一応連邦制を銘打っています。一民族一国家で二制度二政府と、まあ、鄧小平が香港に行ったのと似たようなものですね。一国二制度。それから、先にまず統一をしてから、後に同一感を回復するというようなことを、まあ、呼びかけたんですが、そのための構想が、高麗連邦なんですけれども、この高麗連邦共和国の下ではですね、例えば韓国の国家保安法の撤廃とかですね、韓国国内での共産主義政党の結成の容認とか、在韓米軍の撤退といったことが呼びかけられていたわけで、当然こういったことを要求してくるであろう。
そして、連邦議会ではですね、人口比に関わらず北朝鮮の優位を前提としたような、実質的な北による南の政治併合が行われるであろうと思います。で、まあこういったことがですね、実現する可能性が高まる。これが最初の北主導の統一のシナリオです。から二つ目は北朝鮮と韓国の長期併存ということですが、このシナリオはですね、韓国が北朝鮮の核恫喝に屈することがないように、韓国が独自の核戦力を保有すること、これが軍事的には前提になります。また、在韓米軍が止まり、米国の核の傘への依存が続くとしてもですね、少なくとも韓国の核戦力保有の潜在能力は高められて、何かあっても即時に、速やかに韓国は核保有能力を持つと。こういった体制ですね。で、この場合は、北の、要するに核恫喝というのは効かなくなります。で、これは非常に重要なことでして、結局北は主導性を失ってしまうんですね。ただの貧乏国だと。で、北と南の経済格差というのは大変鼻立ちものがあります。一人当たりの GDP は30分の1とも言われていてですね、かつ、まあ北は人口が半分しかありません。ということは、まあ50からそれ以上の経済力の格差が、今でも、北の GDP はせいぜいまあ300-780億ドルと言われてるんですが、韓国はロシア並みの1兆4-5千億ドルもすでに GDP は達してるわけですね。それだけでも大変な格差があるということで、こうなればですね、韓国は何も恐れる必要はないわけです。で、北が対米最小限核抑止能力を持ち、アメリカの韓国に対しての核の傘の信頼性がですね、低下したとしてもですね、韓国が独自の核戦力を持てば、あるいはいつでも核保有できる能力を持てばですね、アメリカの戦略核戦力と韓国のその持っている核戦力の連動性というものが進まるわけですね。つまり韓国の大統領が引き金を持つことになりますから、韓国が脅威にさらされても米国が動かないということはなくなるわけです。つまり韓国が核を使ってしまうと、これ北は当然、アメリカにも報復しますから、あるいは在韓米軍、在日米軍にも報復せざるを得ない。そうするとアメリカは、米本土周辺の戦略核を使わざるを得なくなるわけで、ここにリンケージというのは働くわけですね。そうすると核の傘の信頼性が逆に高まって抑止能力が上がると、こういうふうになるわけです。となるとですね、南北間で長期にわたり、ちょうど米ソと同じです、局地的な相互確証破壊が成立してですね、そして平和共存が続くという可能性が高まってくるわけです。で、そうなった場合は体制の構が開かれ自由で、そして圧倒的に経済水準も高い、技術力を持っている、から国際的なその外交的な信頼性とかですね、友好国も多いと、こういった韓国の方がですね、長期の平和利の競争ではですね、勝利を収める可能性は十分ある。で、北はそういった韓国に圧倒されてですね、内部が変質をして独裁体制が自壊している、あるいは人民の蜂起が起こってチャウセツク政権のように独裁が倒されると、まあ、これは北にとっては悪夢、キム・ジョンウンにとっては悪夢かもしれませんが、そういったことが中長期的には実現する可能性が高まっていくであろうと思います。で、すでに韓国はですね、この核の保有の問題については少なくとも舵を切ってます。で、その細部についてはですね、次回お話をします。